はい、こんばんは、いとっチャンネルです。9月の5日、月曜日だったんですけどね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。そうですね、昨日かな、日曜日のね、レイトショーで僕映画1本見てきました。で、どんな映画かっていうとね、ブレッドトレインっていうね、映画で、ブラッドピットが主役なんですけれども、なんで見に行ったのかっていうとね、これがね、舞台が日本なんですよ。日本で、東京からね、新幹線でね、新幹線内部が、戦いの舞台になるってことで、東京から出発して、品川、横浜、静岡、名古屋、あとは、京都まで行くんですけれども、ここの中でね、毎回殺し合いが始まるっていうね、なんともこのはちゃめちゃ系の、乗り合わせた客がほとんど殺し屋だみたいな感じのね、はちゃめちゃ系のね、そういうバトルアクションみたいな感じでね、結構ね、面白そうだなと思ってね、見に行ったんですけど、まあ実際結構面白かったんですよ。で、何が面白かったかっていうとね、やっぱ海外から見た日本の視線っていうかね、もうね、面白いんですよ。なんかね、なぜか、やっぱ秋葉原ってイメージが強いのかなと思ってね、海外から見てね。で、東京駅から出発しているはずなのに、東京から品川行くはずなのになぜか秋葉原を通過するっていう新幹線ですね。なんでやねんと思いながら見てたんですけど。あとね、まあ、やっぱりね、新幹線のね、外を飛び出していく人たち。堂々と、外に飛び出す人たち。危ないじゃん、みたいな感じだったりね。いや、新幹線の屋根の上にね、敵が乗ってたりしてね。面白いんですよ、そのね、演出がね。明らかに、ものすごい速度に揺られて、ね、這いつくばって歩く人たちっていうのがね、面白かったりね。あとね、乗り遅れたお客さんに、殺し屋がね、新幹線に飛び乗るんですけれども、そのドアから乗らずに、ね、やっぱ天井から乗ったりするっていうね。このはちゃめちゃ感ね。ありえねえだろっていうね。感じがね、良かったですね。なかなかね、笑える、作りになってるんでね。日本人の視点から見ると、なおさら面白いのかもしれないですね。もうなんでやねんと思いながらね、思ったんで。最後のね、方はもう京都が終着駅になるんですけど、もう京都の演出が素晴らしかったんでね。ぜひね、まだ見てない人ね、見てほしいなと思いますんでね。僕のおすすめ映画でございます。はい。で、今日はね、何をするかというと、アンバーニックさんの Win600 を使って、今日も PC のゲームを動かしていきます。で、大体のね、YouTuber さんってどんなのを動かすかっていうと、まあ、Steam のゲームだったりっていうところでね、重たいソフトだったりするんですけれども、僕が今日動かすゲームは、ね、全然重たくないです。どちらかというと僕の思い出のソフトということでね、古いソフトをメインで動かしていきますんでね、特にね、もう紳士の方多いと思うんですけれどもね、紳士の方が、まあ、ね、家族の前ではちょっとやりにくいんだけれども、まあこういう小型機だったらね、まあこっそりやるのにはいいんじゃないかなと、いうことで、そういうゲームを動かしていきたいと思います。じゃあ早速やっていきたいと思います。はい、新紙ゲーム一発目なんですけれども、アリスソフトのね、東進都市2ですね。Windows 95版になります。まさかのね、Windows 95のゲームがね、ちゃんと遊べるっていう、この時代すごいなと思いますけどね。はい。で、まあね、ちゃんとこうやってね、十字キーも効くんですよ、ほら、十字キーで、ほら、遊べるようになってます。で、ちょっとね、序盤のね、ストーリーが長いんで、文章かなり長いんでね、そこまでちょっと飛ばしたデータがあるんでね、ここまで飛ばしていきたいかなと思います。で、整理して、とにかく頑張る。シード君っていうのがね、主人公になってて、セレーナっていうのがね、このシード君のパートナーで、ついてきた女の子になってて、で、東進都市2ってね、東進大会が行われるんですけれども、これが戦いの舞台が始まるんですけれども、負けた方はね、この、なんていうか、セレーナさんって女の子なんですけど、この女の子のね、生贄をね、好き勝手できるっていう、勝者はっていうようなね、そういうストーリーになっててね、だから、ね、負けるわけにはいかないっていうところになってます。そういうストーリーですね。はい。そういうね、世界観ですね。で、まずね、この主人公はね、いろいろあるんですけどね、東進都市に参加するための資格をね、まず取ってこいって言われてます。で、参加資格のための資格迷宮っていうところにね、今来てます。で、こんな感じで、セレーナちゃん可愛いですよね、この子ね。ほら、ちょっとナイスバディですね。ナイスバディって表現がもう、おっさんなのかもしれないですね。モンスターがいるのかなとかって、ね、大会に出れるだけで技量試せられる場所だから、それはモンスターいるんじゃないってことでね。
ということで、モンスターを戦いながら資格をね、取りに行くといった感じになります。で、まずね、資格の迷宮行くんですけど、うん、セレーナさんね、すごくいい人でね、シードくんのためにこうやって体を張ってね、私が、生贄になる、ね、パートナーになるわ、みたいな感じでね、声を上げてくれたっていうところだね。で、移動して、四角、迷宮の中に入りましょう。じゃあ、そろそろ入るよってことでね、危なかったら逃げてくるんだよっていう、結構ね、過保護気味な感じがね、お姉さんキャラですかね。体力半分以下になったらちゃんと回復しなさいよってことで、お母さんみたいな感じですね。じゃあ、行ってくるねって言って。という感じでね、じゃあ、って言って、迷宮の中に入っていくわけですね。で、これがね、フィールド画面になる、迷宮のフィールド画面になるんですけど、こんな感じで、ね、ちゃんと十字キーで動きます、これもね。十字キーでこうやってね、動いてて。で、右側にね、こっち地図がね、自動的に更新されていくような感じになって。で、モンスターが出てきますね。シングルエンカウントじゃなくて、こうやってね、なんて言うんだっけね、こういうのね。普通のエンカウントですね。ランダムエンカウントですかね。で、これで、ね、アリスソフトといえばね、このキャンキャンがね、スライムみたいな感じの敵キャラですかね。かわいいよね。女の子モンスターって言うんですけどね。攻撃かわされちゃったんですよ。キャンキャン、キャンキャンバニーですね。多分、キャンキャンバニーですね、これね、完全に。ね、ライバル会社のね、名前をキャラクターに使うってなかなか素敵なところだと思いますけどね。そんな感じで、まあ、樽とか調べれますっていうことでね。いいですね。で、レベルがね、ここまでちゃんとね、200まで貯めれば、レベル上がりますよ、みたいな感じだったりね。これ左行ってみましょうかね、こんな感じで。モンスターが、ああ、遊んで遊んでってキャンキャンが現れましたとか。まだちょっと最初なんでね、やっぱレベル上げとか結構必要なんでね、このキャンキャンを大量にいじめてね、ってね、アイスクリームパーティーしようとか、何の危害もね、与えないのにね、キャンキャンいじめちゃうっていう。で、経験値もらっちゃう、みたいな感じなんですけどね。まあ、アリソフトさんの RPG 結構しっかりやっぱゲームとしてね、しっかりしてるんで、ほんとね、RPG も RPG でね、この東進都市2の出来めちゃくちゃいいんですよ、実は。あ、来ましたね。ハニー、グリーンハニーですね。このね、ハニワがね、アリソフトといえばハニワっていうところがあってね、これも敵キャラに出てきます。これ、ね、魔法効かないんですよね、このね、グリーンハニーはね。あ、結構強いですね、このグリーンハニーはね。はいやーってね。結構喋るのもね、当時としては結構ね、画期的だったんですけどね。よし、こんな感じで。あー、まず倒せないですね。結構強いですね。グリーンハニーはね。はい、こんな感じで。はい、ですね。倒しました、といった感じで。ね、こんな感じで。結構もらえましたね。経験値もね。グリーンハニー結構強かったですね。で、こんな感じで、ここぐるーっと回るような行動になって、ちょっとね、ここにね、変な人いるんですけど、これちょっと話しかけたら、動画にできなくなっちゃうんで。はい、またグリーンハニーが出てきましたね。ね、こんな感じでね、のほんと、やっていくのにちょうどいいような感じなんですけど、これもね、結構ほんと僕のね、学生の頃ドハマりして、めちゃめちゃ遊びましたね、これね。でね、結局ね、最後の方で、ね、かなり話が盛り上がるんですよね。ほんとね、もう今でもね、もうちょっとね、思い出が消えかかってるからね、どういうストーリーだったかちょっと忘れてるんでね、もう一回やりたいなぁなんて思ってます。はい、こんな感じで、東進都市2もね、しっかり動きますんでね、皆さんもね、ぜひね、インストールしてみてはいかがかなと思います。はい、じゃあ続きまして、こちらも Windows 95のソフトなんですけども、結構古いソフトでね、僕が、これもね、僕の学生の頃めちゃめちゃドハマりしてたんですけれども、まあ、もう各人をね、廃人にさせたぐらいね、有名なゲームなんですけれどもね、鬼畜王ランスっていうゲームになります。なんかね、パッと見すごい面白くなさそうに見えるんですけれども、実はめちゃくちゃ面白いゲームで、信長の野望にね、ちょっとね、エッチな要素を入れたような感じのゲームです。で、基本的にハーレムを作るっていうのが目的なんですけれども、これまだオープニングなんですよね。で、オープニングの主人公のランス、盗賊団やってます。盗賊団フェーズになってますね。で、これがね、この緑色の子がね、ランス君なんですけども、兄貴頑張ろうねってことで、街をね、いろいろ荒らしに行くんですよ、この盗賊団。ここがね、盗賊のアジト。ここが盗賊のアジトになってて、こういうところにね、街をね、荒らしに行くっていうところからフェーズになってます。ボラークっていう街にね、ヘルマン郡っていうところがね、主にね、管轄の街なんですけども、ここにね、
略奪に行くっていうところから始まります。で、盗賊団らしく真面目に仕事するぞ、出撃だーってことでね、町の奴らの財産を根こそぎ奪えっていうね、ほんと悪いもところからスタートしますよ。で、まあ、ずっと悪いですけどね、このランスクはね、で、ランス出撃するメンバーを選んでくださいってことで、本当に、ね、信長の野望っぽいっていうかね、ランスと、で、シェイルっていうね、ランスのお供の奴隷が連れてます。あとね、バウンドっていうね、あの、盗賊団と、ソウルっていう盗賊団がね、初期メンバーでいます。ソウルですね。ソウルで入れて攻撃っていう感じでいきましょう。市街地戦だってことで、このヘルマン市民をね、倒すんです。ここにね、ヘルマン市民10名っていうんで、これをね、シェイルの魔法でこうやって倒していきます。炎の矢ってことで、感じで。かなりね、シミュレーションっぽい感じで。よいしょ、これも同じ感じだな。これはちょっとね、後方部隊なんでね、攻撃できませんという感じで。よいしょ。で、ランスがね、前方、前線部隊にいるんで、このランスを使って攻撃していきます。で、部下が5人いる中でヒットポイント6のね、ヘルマン民族に対してこれを全滅させましたといった感じですね。うん。で、こんな感じでね、話進んでいきます。で、氷の矢ってことで、あとはヒットポイント1になりましたね。これで、オート戦闘でこんな感じで進むんですけれども、で、これで、戦闘不能になってね、ここの土地をね、略奪成功といった感じなんですけど、敵を全滅させました。まあ、チュートリアルなんでね、ここはね。で、これでランスがレベル上がりましたとかね。まあ、戦っていくとレベル上がっていくっていうので、ここ、勝利っていう感じですね。で、撃ち殺したぞってことでね。略奪だーって、 A ランクの女は俺のだーってね、無傷で連れてこいみたいな、ほんと人間のクズのことやってますけどね。はい、こんな感じでお金をね、ちゃんとね、盗んできながらね、ほんとね、ほんと悪いこと全部やっていくみたいな感じなんですけど、ね、面白いですよね。で、この女の子をね、今度さらって、今度はね、ね、さらってくっていうね。メルシーちゃんがね、こうやってね、怯えてますけどね。おかしらーっていうことでね。それどころじゃないですよ、ほらーってことで。なんだーってことでね。今度はね、領土を荒らしてるもんだからね、正規軍がね、こうやって来るんですよ、今度ね。ヘルマン族のね、正規軍っていうのがね、今度来ます。戦闘態勢だーって言ってね。で、このランスたちが今度狩られちゃうんですよね。ルーベラン警備隊がね、900人いるんでね。こっちの軍で100人もいないんでね、全然叶わないんですよ。これ負けイベントなんですよね、実はね。だってね。こんな感じで、一発で全滅させられちゃったりとかね。で、ランスもね、こうやって、ガーって、かなり全滅させられちゃうんですけど、もう相手が900人しかいないんで、もうこれで倒れちゃうんですね、一人ね。で、このゲームね、一回倒れちゃうとね、ほんとね、まあ、ここは負けイベントだからしょうがないんですけど、本編のね、戦闘になると、一回死んじゃうとね、もう二度と復活しないです。ファイアーエンブレムと一緒でね。まあ、これはね、負けイベントだからしょうがないんですけど、こんな感じでね、ヘルマン族にやられちゃうわけですね。わーっとやられちゃって、で、これね、最後の一人もやられちゃって、倒れちゃうっていうところがね。こうやってね、ほんでランスは逃げちゃうんですね、これで。くそーっつってね。なんてこったーっつって。まあ、盗賊やってたからね、これはね、追われてもしょうがねえかなと思うんですけどね。こんな感じで、ね、絶対に許さんみたいな感じでね、ランスが逃げちゃうわけですね。まあ、部下を置いて逃げていくわけですね。で、ここの街のところは逃げられたかみたいな話をするわけですよね。二人は捕まっちゃうっていうことで、で、また違う街、ログのギーっていう街では、逃走中ということでね。このままじゃいかんってことで、リーダスの国に逃げようっつってね、敵をね、こうやって倒しながら、行くわけなんですね。で、こんな感じで、畜生っつってオープニングが始まるという感じで。まあ、ここからね、リーダスって国に潜伏して、ランスはね、この後王様になるんですよね。これむちゃくちゃなね、この王様になるんで、ね、この鬼畜王ランスの始まりっていう感じで、こうやってオープニングが始まって、これがね、いいオープニングなんですよね。サウンドもいい。かっこいいよね、このオープニングね。もう昔のゲームならではのね、この味があっていいですね。で、こっちがね、リーダスって、この赤い旗のところがリーダスって国になります。
ですね。いいよね、こうやってね。いろんなキャラクターがね、出てくるんですけど。ほんとね、めちゃくちゃ出てくるんだね、このキャラクターがね。で、ちゃんとね、真面目なキャラクターもいるしね。鎧のキャラとかもかっこいいんでね。ほんとよくできたゲームだなぁ、と思います。はい、じゃあちょっとね、オープニング長いんでね、飛ばしていきまーす。はい、キチコーランスのね、本編スタートになってます。で、これのね、赤い旗の部分がね、自国の領土になります。で、ランスがね、今王女様と結婚して、王様になったところですね。で、本当はね、ここの白い旗のところもね、自分の国の領土だったんですけれども、ランスがね、王様になったことによって、反乱分子っていうのができてね、これをね、まず鎮圧させるところがね、今回の目的になっております。で、こんな感じで始まってて、じゃあまずね、鎮圧させようということで、ここにね、攻め入ろうみたいな感じで、進軍だということでね、はいってことでね、それでは、赴く戦士を選んでくださいってことで、ランス、あとね、いろいろなんか強そうな選手がいます。リックっていうね、一番隊長のね、リックっていう戦闘員とか、あとは、まあ、いろいろいるんですけれどもね、レイラとかね、います。ちょっとね、あんまり多く連れてってもしょうがないかなと思うんですけど、まあ、とりあえずフル攻撃、総攻撃かけていきますね。こんな感じで。で、こんな感じで、ランスとペガサスフォートっていうね、裏切り者がいますね。ランスか国を奪った悪党名、わしが成敗してやるってことだよね。はい、全滅させましたね。はい、おのれ、ランスって言って、松山で語ってやるわって言ってね。行き届いたってことでね。退却していきましたという感じで。これで、占領しましたと。みたいな感じ。こんな感じでね、少しずつ領土をね、拡大していくっていうようなね、感じのゲームになっててね。ね。これで、まあ、めちゃめちゃね、マップ広いんですよ。ここだけじゃなくてね、ここにね、日本列島があったりとかね、しますんで、こっちの、最終的にね、最終ラスボスはね、ここのヘルマンですかね。ヘルマンの方にね、青い部分にね、ここのヘルマンのところに、まあ、仇討ちにしに行くっていうところをね、まず一番次の目的になってくるのかな、といった感じで、国をだんだん広げていくっていうような感じのゲームになってますんで、非常に面白いんでね、未だにね、これ僕ドハマりして遊びたいなと思ってますんで、ぜひとも皆さんもね、Win600 で遊んでみてはいかがかなと思います。はい、じゃあ続きまして、またアリスソフトなんですけれども、ランス6ですね。アリスちゃん可愛いよね、このオープニングのね。カー君も可愛いよね。こういうところがね、このキャラクター性がしっかりしてるのがアリーソフトかなと思ってますけれどもね。よくもね、買い漁ってましたね、アリーソフトのゲームはね。で、ちょっとね、ランス6はね、ダンジョン RPG になってます。で、ランスってシリーズね、10作出てるんですよ。10作目で完結したんだったかな、確かね。どれもね、面白いゲームに仕上がってて、遊び心地がね、全部バラバラなんですよ。だからね、ほんとね、これはこれで、普通にダンジョン RPG になっててね、面白いソフトになってます。これで、移動画面にしましょうね。移動しましょう。移動実行と。モンスター退治するぞと、こんな小屋にこもってたら病気になりそうだってことでね。体を動かした方がマシだっていうことで、こんな感じで、ダンジョン RPG になります。ポッポッと。で、いろいろね、この星のところにはこうやってイベントがね、始まりますけどね。お腹でもいい、ほっといてくれ。ムカつく心配してやったのにって。うーっつってね。こんな感じでね、ちょっといじめたりしてきてますんで。面白いね、コメントトークとかがありますんで、ぜひともね、遊ぶのもありなんじゃないかなと思いますけどね。こうやってちょっといろいろ探索して、女神転生やってるみたいですよね。こうやって、エンカウントもね、敵キャラがいて。いいね、なんかね、攻撃ですね。ね、強くないんだよね、ここら辺はね。まあ、レベルをね、徐々に上げながら楽しんでいくっていうのもありなんじゃないかなと思います。ほんと 3D がすごい綺麗でね。うん。で、ここら辺になんかありますね。ここもイベントですね。あれはっていう。ラドンがいた。貴様って言って。窓にね、防弾ガラスみたいなやつでね。ラドンさんがいるんですね。これね、こいつですね。こいつがね、このランスを閉じ込めた張本人になりますんで。はい。まあ、こんな感じでいろいろなキャラクターが出て、ストーリーがね、すごく重厚な感じがしますけれどもね。まあ、いろんなこう、国のね、事情があってこうやって話が進んでいくんですけれども、まあ、いろんなキャラがいます。ラドンさんのね、多分、最終的にこいつをね、倒しに行くっていうのがね、今の目的になってますけど、このダンジョン出して、このラドンさんを倒しに行くっていう。で、その中でもいろんなキャラがね、こうセクシーなお姉ちゃんがいたりとかね。絶対、ランスとなんかあるだろうっていうね、感じの。何をペラペラ喋ってんだか、うん、わからんっつってね。まあ、飛ばしましたけどね。こんな感じで。
よいしょ。で、まあ、上に行けますね、こんな感じでね。お、ちょうどここにね、あ、宝箱ちょっと取っておきましょうかね。回復アイテム欲しいですね。武器卵を手に入れたとかね。なんかいろんなアイテムがあって、面白い名前ですけど、ここになんか、ありますね。あ、なんかやばいのがいますね。このジャイアン様に挨拶しな。面白いですね。ジャイアン様っていうね。こんな感じでね、始まりますストーリーがね。まあ、多分戦いになるんでしょうね、こんな感じで。うん、なりましたね。とーっつって。こいつのジャイアンさんはちょっと攻撃仕掛けましょうか。うん。ジャイアン、当たんないですね、攻撃ね。またちょっとこっちで。先にちょっと大ボスを倒してからね、周りの雑魚を倒すっていう方がいいかなと。こんな感じで。うん、倒しましたね。あとはもう雑魚一撃、あーと、こんな感じで。相変わらずね、これキーボードと、いつもマウスでやってんですけど、こういうのってね。本当に十字キー使えるんでね。ありがたいって言った感じで。こんな感じで、いろいろ。あんた強いなーって、殺さないで怒れよ、みたいな。あんたがボスだって。で、こうやってね、降参してる間に堂々とね、倒しちゃうっていう。ヒーっつってね。何万ダブーっつって。っていうね、このなかなかの鬼畜ぶりが相変わらずね、あるのがね、このランスの面白いところかなと思いますよ。8ポイント、冒険者ポイントを手に入れたって感じです。こんな感じでね、RPG してるんでね、これで普通にエンカウントもあってね、普通の敵キャラもあって、こんな感じで結構面白く遊べるかなと思います。これがね、ランス6って感じかなと思います。はい、続きまして、またアリスソフトからなんですけれども、東進都市3でございますね。さっき2だったんですけれども、3になります。ね、さっきまで夜中撮ってたんですけど、ちょっと眠くなっちゃって寝ちゃってね、早朝に撮影しております。はい。で、こんな感じでね、始まりますんで、まあ、これもいつも通りね、こうやって、十字キー使えますんで、これで初めから、っていう感じでね、行っていくと、いいですね。とどめだーって言ってね、覚悟しろ人間の子供たちってことでね、こんな感じで、東進都市3からね、声がね、入るようになりましたね。主人公、ナクト君で、幼馴染みのね、女の子かなっていう感じで、こうやってね、守っていくところから始まります。はすみちゃんですかね。やられたりするもんか。で、こんな感じでね、この二人のね、物語になりますね、今度はね。まあ、さっきはね、さっきも結局二人の物語だったんですけど、こんな感じでまたね、東進都市に行くっていう、ナクトくんかな、ナクトくんと、ハスミちゃん、ハスミフラメルちゃんね、かわいいね。こんな感じでダンジョンにね、潜ったところから行って、まあ修行してとなんかだんだん成長していくっていうところのね、オープニングのところになりますかね。星さん。ね、声入るといいですね、なんかね。こらこのクソボス。ついてきたな、死ぬこんな感じでね、お父さんもね、この声も入ってますね。しかもまたはずみちゃんまで連れ回しやがって原発。いいですね、このちょっと頑固親父みたいな感じのね、雷親父っていうねワードが昔ありましたけど。まあ、こんな感じでね、話がバーって進んでいきますね。ちょっとオープニング長いんでね、飛ばしていきますけれども、まあ、またね、主人公たちがまた、ナクト君がね、東進都市に向かって、東進大会に出たいっていう話になるのかな、って感じでね。こんな感じでなんかね、可愛い女の子ね。おい、礼はどうした？耳長いっていうね。確か耳長いですね。こんな感じでまたね、大人になったところですかね。うん。まあ、こんな感じでまたね、ストーリー進んでて、まあ、長いんでね、はい。ここ省略していきます。はい。ちょっとね、進めて、東進都市に入りましたってところですね。で、相変わらずね、さっきと一緒で、ストーリー展開一緒なんですけど、最初はね。本当に予選、東進都市に登録して、東進大会か。東進大会に登録して、予選からね、またスタートになりますんで、ね、予選の迷宮をちょっと探検してくださいっていうところになります。ね、引き締めていかないとってことで、予選迷宮に入りますかってことで、行くといった感じですね。
こんな感じで行ってきます。予選迷宮です。まあ、これがね、メインの画面になるんですけど、RPG のね。うん。まあ、ちょっとね、3DCG っぽくなりましたね、今度はね。うん。2D のドットからね、で、ここになんか、イカナゴも入った袋を出しましたってことで。では、最低20匹。はい、結構ね、話進めまして、やっと東進都市に到着しましたってことで、今回こういう感じでね、マップになってて、ま、いろいろ行きたいとここうやってね、選べるようになってます。で、東進都市ね、さっきも同じで、序盤のストーリー結構同じでですね、予選を進んでくださいっていうことでね、登録して、東進大会入れるために予選を通過してくださいっていうことで、予選の洞窟から入っていきます。さっきもね、予選の洞窟だったんですよね、2もね。で、これに入っていきますと。いう感じで。とあるモンスター20匹倒してくださいっていう感じでね。こんな感じで、エンカウントのね、聖はブルマ、名を大使ってことで、ブルマ大使なんですね。ブルマ大使っていうキャラの名前がいいですね。ブッつって、ね。いい、変わった名前だな、つって、ね。いいですね。まあ、こういうね、ちょっとサブキャラはね、声入らないんですけれども、まあ、結構面白い。ブルマ大使って名前だけでもね、ちょっと笑っちゃいますよね。で、こんな感じで RPG してる感じで、調べてくるんですけど、これでやっとね、戦闘ですかね。なんか変なタコみたいに出てきましたね、吸盤のね。こういうおもちゃ昔ありましたよね。結構ね、オートでね、今回戦ってくれます。ここのね、ゲージが溜まったらね、自動でこうやって、攻撃してくれます。行きょーっつってね。で、またこれ。避けられましたね。気持ち悪いですね。この CG になってね。うん。あ、弱ってきましたね。まあ、こんな感じで、勝利っていう感じで。はい、20。まあ、ちょっと回復薬、もらったり、お金もらったりっていう感じですけれども。結構ね、今ちょっとヒットポイントやばかったんでね。どれだっけね。スキルかな？スキルのところで。まあ、なんかいろいろスキルも覚えましたっていう感じですね。自動でね。結構このシステムがなんかいろいろね、新しくなってますね。付与とかありますけど。これじゃないかな。クエスト？なんかいっぱいありますね。システムかな？システム、あ、これ違いますね、あ、ここにアイテムの項目ありましたね。アイテムで、アイテムを使って、回復薬かな？これかな？回復しましたね。はい。じゃ、これで行きましょう。こんな感じでね、ゆっくりゆっくり歩いていくんですけど、まあ、だんだんダンジョンの奥に入っていってね。まあ、なんかいろいろ、あ、工事中になってたり、ここのうちね、進めるようになると思いますね。本大会でね。頑張ろう。まあ、今はいけない。またこんな感じのタコがね、出てきましたけど。なんかね、ちょっと声高めですよね、敵のね。敵も喋るようになって。はい。まあちょっとゆったりした感じのゲームシステムになったかなと思ってた。僕ね、ちょっと選択肢選べた方が嬉しいんですけどね。うん。こんな感じで。まあ RPG っぽいじゃあ RPG っぽいですね。ちょっとね、この CG になっちゃったのがね、賛否両論あるかなと思うんですけど。うん。ここが多く行くと、お、モンスターがいた。気のせいかなとかって言いながらね。よし。あ、なんかいますね。なんか煉獄さんみたいなのいますね。煉獄さんみたいなのね。鬼滅の煉獄さんみたいなのね。もう、鬼滅よりも全然古いですかね、このゲームで。まあ、参加者にね、こうやっていろいろ交流をしながらね、いろんなね、個性的なキャラクターが出てくるのもね、このゲームの魅力なんですけど。名前言ってムカつく、味、マフ、ラッキー。ま、こんな感じでね、いろいろ進んでいきますんでね。よいしょ。はい。あ、いいですね。ハニーですね。こんな感じで、ハニワのハニーですけどね。声がちょっとフナッシーっぽくなりましたね。フナッシーっぽいですね、声がね。高めで。やっぱ死にそうですね。
あ、死んじゃいましたね。敗北。死んじゃいましたね。はい。こんな感じのね、結構ね、戦闘もよくよく見ないとね、こういうシビアな感じになっちゃうんでね。はい。お亡くなりになってしまいましたんでね。こんな感じでございました。はい。ということで、本日は PC ゲームですね。Win600 で PC ゲームいろいろ遊んでみたんですけれども、やっぱりね、この UMPC とこの、紳士的なゲーム。もう相性いいなと思う。特にアリソフトさんのゲームはね、しっかりゲームしてるんでね、楽しめる中にちょっと紳士の要素を取り込んでるっていうところで、僕は結構ね、お気に入りだったりするんですけれども、まあ、ランスシリーズと東進都市シリーズですね。こちらしっかり遊べるかななんて思ってます。本当にね、十字キーで寝転びながら遊べる、こういう時代が来たんだななんて思ってますけどね。またノートパソコンで遊ぶのとはちょっと違う感覚でね、スイッチみたいな感覚で遊べるのがいいかななんて思ってます。ぜひともね、Win600、結構軽くてね、使いやすいというところで、ちょうどいいね、スペックだと思います。こういう紳士ゲーム遊ぶのにはね、ちょうどいいスペックで、なおかつそんなにね、ハードディスク食わないんでね、こういうゲームってね。だからね、すごく、Win600 と相性いいかな、なんて思います。ぜひともね、検討してみていただければな、なんて思います。はい。で、こちらのね、Win600 なんですけれども、バングッドさんで購入することができます。この動画の概要欄にリンク貼ってありますんで、あとね、クーポンコードを一緒にくっつけてありますんで、それをね、適用することによって、4万4000円から5万5000円ぐらいの間でね、買えるかと思います。で、コスパ的にどうなのっていうので、別動画で出してるんですけれども、GBDDWin2 と比較してもね、大体同等の値段なんですよね。で、なおかつ GPD Win2 よりもね、こちらの方がスペック上なので、まあ、それ考えたらね、若干ちょっとお得かなといった感じです。はい。で、UMPC ってね、欲しいんだけれども、ちょっと手出しづらいよなっていう方結構多いと思うんですよ。10万超えてるし、失敗したら嫌だな、みたいなね。10万超えて失敗して、ね、ちょっとあまり使わなかったな、なんていう方には結構適してて、本当に UMPC 使いたいんだけどね、まあ、5万ぐらいだったらいいかなっていう感じで、出してもいい方。がね、結構これが購入対象になってくるかなと思いますし、あと UMPC で何やりたいかなんですよね。AAA タイトルのポリゴンバリバリのグラフィックグリグリ動くようなね、そんな感じのね、タイトルを動かしたいって人はこれ適さないです。もうこれはね、諦めてください。もうこの Win600 では諦めていただいて、あとはその代わりね、なんていうかその 2D 系のゲームメインだったりとか、あとは、そうですね、今日みたいにこの紳士系のゲームって結構軽いんですよ、実はね。そんなにスペック求められないんで、うん、こういう紳士系のゲーム、1本多分ね、1ギガ、2ギガぐらいなんですよね、容量もね。で、そんなにね、パワーも求められないんで、まあこういうのをね、ディスクトップ、家のディスクトップ PC やノート PC ではちょっとやりづらいな、画面大きいしやりづらいな、家族の目もあるしなっていう方がね、UMPC でこういうの遊ぶっていうのもね、僕はこういう選択肢あってもいいんじゃないかな、なんて思います。特にね、アリソフトさんのゲームは結構動くし、十字キーとのね、こういうコントロールパッドとの相性がすごくいいんで、普通にね、任天堂スイッチで遊んでるような感覚でね、遊べるかなと思いますんで、ぜひともね、こういう風な遊び方もしてみるのもありなんじゃないかなと思います。はい、ということで今日はね、こんな感じで終わろうと思います。ちょっとね、質問いっぱいいただいてるんで、そちらの回答動画もね、おいおい作っていきたいなと思っております。ぜひともね、ね、質問いただければ、またちょっと考えてみますんで、コメント欄にね、いただければ嬉しいです。あと今日はね、こんな感じで終わろうと思うんですけれども、今日の動画ね、役に立ったっていました、方がいましたら、グッドボタンを押していただけると嬉しいですし、あとね、こういう動画また引き続き見ていきたいって方がいましたら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。いとっちゃんねるでした。また次の動画でお会いしましょう。